皆さん、ごきげんよう。もうです。空前のわさびブームが来ています。こちらの商品揃えてきました。1個、わさび片揚げポテト、カルビ。で、もう1個。これこの前、セブンのさ、ポップコーン紹介したけど、あれ作ってるのと同じ会社が作ったやつ。あの、マイク、ポップコーン、これわさび味ね、これも。で、ベビースターわさび味と。あのベビースターが来ています、わさび味が。まあもう単純にこれら食べ比べて最終的にどの商品が優れてるのかなっていうのをレビューしていこうかなと思っています。だから今回はこちらの片揚げポテトから食べていこうかなと思います。なんか開けた瞬間からやっぱわさびの風味がものすごい頼ってくる。まあ、美味しいですね。はい、じゃあ次、マイク、ポップコーン、わさびポップコーンです。あ、マジで赤ね。よし、じゃあこちらも食べていきましょう。ポップコーンの塩味にわさびのピリ辛な味が、いい感じに、やっぱ味がね、まんべんなく染みてる。普通ポップコーンってなんかすごいなんか味気ない感じってイメージがあったんですけど、これに関してはもうちゃんと塩味とあのわさび味がポップコーン全体に染み渡ってて美味しいです。で、最後こちら、ベビースターわさび。ベビースターもなんかわさび味出てんだな、これな。絶対うまいだろう。中身こんな感じです。じゃあ食べていきましょうか。ちょっと長いな、なんか。ベビースターだな。うまい。まあここから本題なんだけど、どれが一番美味しかったかっていうのを今から決めたいと思うんだけど、まあただ決めるんじゃ面白くないんで、3ついっぺんに食べて、どのわさびが最もわさびわさびしてるかっていうのを決めたいと思います。はい、ではこれ3つにいっぺんに食べましょうか。はぁ、こいつや。間違いない。どうもありがとうございました。体も YouTube も大変な。疲れた。 YouTuber も大変。はい、もしもし。はい、はい、お世話になっております。あ、はい、はい、ギャレットさんです。あ、いえいえ。あ、え、どういった、そうだ、どういったお話でしょうか。はい、はい、はい、YouTube の、はい、もこつべの、はい、あ、はいはい、あの動画さ、あの上げさせていただきました。なんか、なんかまずい点とかありましたでしょうか。はい、あ、 ありがとうございます。いやー、本当にあのギャレットさんのポップコーン本当美味しくて、思わずレビュー動画上げさせていただいたんですけども、許可とか取ってなかったので、もしかしたら本当にちょっとね、その許可必要だったのかなと思って今ちょっとヒヤッとしたんですけども、いや、そう言っていただけるなんて本当嬉しいです。はい、いやいやいや、もうこれからもちょっと本当に、あ、いや、こうしたこと、ちょ、これからもちょっと長いねお付き合いをさせていただきたいと思っておりますので、はい、あ、もうぜひともは何卒よろしくお願いいたします。はい、あ、はい、失礼いたします。はい、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 ということで、今回最強のわさびポップコーンはこれマイクですね。これこそが最強のわさびスナック菓子です。はい、ぜひ皆さん店頭で
ご購入を。